モコと申します。今回スマブラ SP の動画なんですけれども、以前からしつこくしつこくメールしてくる視聴者がいたんですね。僕と対戦してくれと、一戦だけでいい、お願いします、何でもしますからと。まあ普段僕こういうのは絶対受け付けないんですが、まあ動画のネタにもなるし、一発ぐらいやってもいいかなと思って、一戦だけそのキッズ君と対戦してあげることにしました。まあなんか結構腕に自信があるようで、なんか生きてたんですけども、僕今スマブラ普通にうまいんで、ボコボコにして分からしてやろうかなと思っております。まあそんな感じの企画動画ですね、今回は。いやーほんと困るんですよね、こういうちょっと自信があるからって配信者に喧嘩売ってくるガキ。マジで分からしてやるから。では対戦の方に移ります。はい、モコと申します。今回は、その、よく、生きったガキを、しつこいガキをね、しっかり、縛いていこうかなと思います。スマブラ、SP でね。まあ、なんか、ウルフ使ってるっぽいけど、なんか普通の人って、ファルコンとか、まあ、せめて、フォックスじゃん。なんか、クロートぶってウルフ使ってきてるけど、俺のピカチュウに勝てると思ってんじゃねえぞ。はい、雷。回転してしっかり。このステージいいね。これやっぱスマブラね、終点のアイテムなしが一番ステージも輝く。うん。これわかる？ゼルダのワイルドオブスブレスのさ、塔のあれなんだよ。これ。後ろにガノン城があって。右上にね、火山もあって。こういうね、いい背景で、こういう、生きったガキを倒すのが、このスマブラの醍醐味だと思うんだよな、ほら！いて。あ、ここは電光石火しっかり復帰していく。そこそこでもパーセンテージ稼がれてんな。でも正直この程度のレベルで喧嘩売ってくるなっていう風に俺は言いたい。あ、ちょっとお前生きてんな。わかった。じゃあそろそろ本気出すか。はい、下攻撃。はい、雷。あっと外す。なるほど。投げ。電光石キング。回転して。はい、突進。あっと、なるほど。そこそこやるな。いいや、じゃあこっから。今の俺が取らしてやった。モコは、最初の2000遊ぶからな。はい。モコは最初の2000遊ぶ。はい、スマッシュ。はい、間髪入れずに。こいつ、復帰下手くそじゃね？今の。復帰下手くそすぎん？なるほど。痛い。はい、下攻撃。じゃあ、俺のこの華麗なる足さばきを。お見せしようか。はい、スタウム。シャイ横へ、雷。下、このピカチュウより空中戦がマジ得意なんで、はい。はい、スマッシュ。で、さらに雷も当て、それと見せかけて、このスマッシュ。なるほど。下へ。下へ、もう一発。さらに、からの突進。で、雷落とし。A スマッシュー、復帰も阻止しちゃうよ、俺。おっと、はい、俺の今の、見て、今、電光石火当てたことによって、あえて復帰できなくなるっていうテクニックね、今の。はい。おら、お前何やっても無駄なんだよ、お前は。突進。はい、下へ。はい、雷。はい。ボルテック、あーっと、なるほど。なんかそんな遠距離だと思ってたのか、お前。あるだな、言えよ、お前。お前もフォックスと同じようで、なんか瓶持ってんだな。じゃあ、俺もじゃあ、使ってやるよ。おい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 、俺も電撃よ。おれ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 、えいおいおい、おら、よっ、いや、今の超チャンスだったな。あ、やばい、やばい、今のクソチャンスだったな。やばい、今のはこの隙を与えては、ならぬドブルテボルボルテッカー、はい、うらからの電光セッキング、投げられた、痛い、かちょっと待って、あそこに、え、あそこになんか飛んでるおっさんいる。あれ、あれじゃん、ゼルダの一番最初に出てくるやつ。ピカチュウの電雷、あ、ね、な、え、今雷耐えられなかった今。こいつチートしたか今。ついに俺に勝てないからって焦って、チートしたか、おい。おわ、しかし、ここはしっかり耐えてからの、え、ちょっと一回、手の油を拭こう。手の油を拭く、今から。突進。下へ。
俺こっからマジで 3-0 するから、 3-0 こっから。はい、おい、電光石火、電光石火やっぱ地面に直接着地するのが一番強いな。いっ、かわしてかわして、はい、突進、こいつマジチョコマンか、チョコマン起きやがって。はい、電光石火、いや俺も電光石火の精度が上がってきたな。はい、下へ、はい、はい、飛ぶ、はい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 、そんなもんかよ、お前。終わりだよ、お前。いや、マジで、俺の電光石火の精度上がってきた、これ、見て、これ。完全に。さらに横、おっつ、このビームみたいなお前、強えんだな、そこそこな。下、あっと、かすっていく。いった。いえ。昔からさ、このさ、やばい、あー、昔からスターフォックスのキャラってさ、なんか、投げてからの上が強いよね。じゃあ俺も投げてやろうか。はい、突進。待って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 、なんか焦んな。焦んなくても、お前俺に勝てねえから。うん。焦んなくてもな。はい、下へ。だから、それずるいんだ。それずるいって何回言ったのか分かんない。はい、これ、はい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 、はい、雷、何投げちゃうよ、俺、突進しちゃうよ、ボルテッカ打っちゃうよ、あ、はい、下、だからお前す、はい、ボルテッカー、あった、危ない、はい、はい、下へ、はい、うわー。マジさ、ちょっとなんだこいつ、お前ちょっとスマブラで、え、ボコられて本気出しちゃったのお前、これ、お前が、え何今の、何生きてんだお前、あい雷、投げられて、投げられて、はい、はい、入る、スマッシュ、ちょっと待って待って、はい、入っていく、ぬるいんだよ、今の何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 、変な技使った、今こいつ、俺だって崖になって今よりのぼろしてたのに、なんかそれ邪魔してきた、そんなできんの、あそこで無敵じゃないの、ずるくね？ちょ、おいおいおい、おいおいおい、お前ちょっと、ちょっと、ちょっと、なんで、え、なんで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 、ちょっともうお前叫んない、ちょっと、こいつさ、おかしいね、さっきから加速器使ってる、加速器ねえ、通常の 1.2 倍ぐらい早く技が出るように加速器使ってません、この人、使ったというか使い始めた、俺に2連敗して調子なんか焦って、加速器をこれ使い始めてますわ、これ完全に。だって当たんねえもんの、技。やめて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 、ええー、